はいどうも、キスケです。ということで本日は片手元気玉悟空をじゃじゃん全開アビリティ4つ乗っけて戦っていこうと思います。まあ使ってみた感じだと、まあ柔らかいんですよね。そう、柔らかいけど体力回復あるから、まあある程度受けれるみたいな、そういう感じのキャラクターなんで、まあ全開アビリティ乗っければ序盤の特殊カバチェン無効の殴るパワーも上がるし、で耐久もそこそこあるからユニークゲージガンガン回せんじゃねえかなということで、ちょっとやっていこうかなと思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それではよき、あ終わっちゃった。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしましたということで、勝ちかなこれは。まあパーティーの相性が悪かったね、お相手的には。ありがとうございます。さあやっていきましょう。さて速攻でもキャラチェンしちゃうよ。 OK、 娘に容赦なく殴っていきましょう。通常で返してって感じかな。 OK、 はい、キャラチェンしない、うざっし。やらせねえ。硬い。これはまずいですよ、皆さん。これはまずいです。やっちゃいましたね。やっちゃってるね、マジで。OK。すべてを吹き飛ばすだろ、この究極アーツは。消し済みになれ。強すぎてごめん。ルンルルン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 。やばすぎだろマジで。OK。 特殊圧消えちゃった。残しててもいいかなって思ったけど。 OK、 はい、ナイス。さあラスト、強っ。えぐいね、マジでえぐちやん。あ、どうした、火力気持ちよすぎだろ。さすがだぜベジータ。さあマッチングしましたということで、やっていきましょう。一応レッドはいるね。まあでもね、凸が低いからね、恐るるに足らずってやつ。おい、母体のベジットブルーなんて片手元気玉悟空の片手元気玉でお茶の子さいさいでしょう。対戦お願いします。ちなみに結構動画撮ってるけど、まだレジェンダリーフィニッシュ見れてないです。やばすぎる。だねぞ、投げキャン振っていく。うやうや、スラタニエンです。あー、キャラチェン押せてないや。残念。あー、もう無駄なキャラチェンが多いぜマジで。なんで。なんでどないした。いやー、もう即圧怪人か。了解です。いや、キャラチェンマジでありがてえ。なんでか知らんけどキャラチェンしてくれんだよな。感謝です。ずっとやってちょうだい。すべてをぶち壊してやるぜ。これワンチャン落ちるよ。突低かったよね。吹き飛べ。あ、無理か意外と。
硬かったね。なんなんこのラグは。燃えてきたぞ。危な。ナイス。はいこっち。即買いです。当たり前ですけど。もう火力がね、油乗ってますから、マジな話。はい。ゴチ。引っかかるね、それ。火力が気持ちいいね、マジで。マニシング消去の救急カーツは残さない、もしかして残す。はい、シューシュー。はい、真っ二つなり強っ。おひょー気持ちいいなり。さすがにか。いやーマジか、やらかし。こんにちはまあまあまあしゃあないよね。あざした。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。いいパーティーやね。ガシガシってやつだ全開アビリティ4つ乗っけた片手元気玉悟空の前では全てが無力。相手出し方間違ってないか緑から行くの結構丸いよねこの感じだと。さあお願いします。終わらせてやる。了解。そういうタイプね。そういうタイプね。残念賞。当然変えますよ。殴れるときに殴っとかなくちゃ。終わりました。嘘だろ。俺ビーデルの能力なんて知らねえよ正直。ぶっちゃけた話、結構いい火力出るな。めっちゃ火力高いやん。キャラチェンしないだろどうせ。そうだよなそんな気したわ。キエンザン居座りたい願望がすごいんでね相手は。ありがたく頂戴させてもらおう。じゃあいいね、打っちまおうぜもう。関係ねえっぺよ。はい、かっこいいね。勝利画面もさ、この悟空なんかすげえ凛々しくない？変身した俺の単発機弾をエネルギーに変えたか、もしかして。はい、微妙。あー2位負け、悲しいね。そうなんや、そういう感じなんや普通に殴ってくんのかなと思っちゃった。タバチェン向こうあるからね。死んじゃうお、やめてあげてやめてあげてマジで。かかってきやがれ。オッケー。いやー変えるよね、こっちも変えちゃうんだなー勝ちです。くらえおらまあライジングでいいか、さすがに
欲張りたい願望はあるけどね、せっかくやから元気玉で勝ちたいなって思ったけど、まあいいでしょう。おめえにはライジングラッシュがお似合いよ。飛べ、確定ですね。はい、あざした。これで分かっただろう、格の違いってやつがな。さあマッチングしましたということで対戦やっていきましょう。お願いします。さてさて、イエローが刺さるね。悪くない。いやこれ魔人ブー編のパーティーどうなるんやろね。この片手元気玉が流行ると結構きつくなるような気がするんだよな。お願いします。多分やけど、へい、おいしい。まあここはシンプルに泥足1段階でしょこれで。ああそうだよな、通常で返そう。はい、マジか。 OK、 シュー、いいよー。これは紀炎山で使いたいね。はい、紀炎山、気力がねえよ気力がない。 OK、 シュル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 、あぶねー。はい、特殊アーツめっちゃいいタイミングできたね最高だ。はい、 OK、 もう変身しちゃうよ。今回だけだ、これでもかい。言うて急にラグくなっていく、いやらしい男予約アーツです。 OK、さてバニシング回復無駄にしていく。あ、やるね。あ、なんで回避は使わないおつにだ。はい、皆さんお疲れ様でしたということで、いかがだったでしょうか。片手元気玉悟空に全開アビリティ4つ乗っけて使ってみたという感じでしたね。いやそこそこやっぱ硬いし受けれるね。うん、めちゃくちゃ強いわ。こんだけ耐久あったら体力回復と合わさって死なないっすねでまあこいつがね、生き延びてれば生き延びてるほどユニークゲージが溜まるわけやから、まあかなり理にかなったパーティーだったんじゃないかなって思います。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。